タイソンゲイ、タイソンゲイ、タイソンゲイ、1982年8月9日隊は、アメリカ合衆国の陸上競技選手、短距離、ケンタッキー州歴ントン出身、身長180センチメートル、体重75キログラム。幼い頃は、地域の野球クラブに所属。当時から、足が速く、投塁を得意としていた。中学3年生。 15歳の時に陸上クラブに所属していた1歳上の姉の影響で陸上を始める。高校では陸上部に所属し、100メートルのケンタッキー州チャンピオン2999年から3年間輝いている。しかし、全国大会では5位に入ったのが最高で、高校時代の自己ベストは100メートルが10秒46、200メートルが21秒23だった。 陸上部の活動がない時期にはアメフト部にも所属していた。当時の体重は短距離選手としては痩せている6 5ラムほどでそのせいもあって大学進学の際に強豪校からのスカウトはなかった。そんな中、バートンコミュニティ大学2年生のコーチだったランス・ブラウマンから声をかけられ2002年に同大学へ進学。1年時に10個。 二年生大学の全国大会で100メートルと200メートルの2冠を達成。この年は全米選手権にも初出場を果たし、10秒28、プラス2.4をマークして5位に入っている。二年時は、コーチのランス・ブラウマンが強豪校であるアーカンソー大学に移ってしまい、怪我の影響もあり10個の連覇を逃すなど結果を残せなかった100メートルが3位、200メートルが2位。 2003年にアーカンソー大学に編入した。2005年、この年宣言していた200メートルで19秒93の自己記録、当時を出す。2005年、フィンランドのヘルシンキで行われた世界陸上200メートルで4着となる。1位から4位までをアメリカ勢が独占したものの、ゲイはアメリカ人選手の中で唯一メダルをもらえなかった。 2006年7月11日、スイスのローザンヌで開かれた IAAF グランプリ200メートルで19秒70の世界歴代5位、当時、自己記録、当時で2着となる。優勝は19秒63の世界歴代2位、当時を記録したゼイビアーカーアッターである。2006年8月18日、スイスのチューリッヒで行われたレースで100メートル9秒84。 世界歴代3位タイ、当時、自己記録、当時の好タイムで2位となる。優勝は9秒77の世界記録タイ、当時を記録したアサファ・パウエルである。2006年9月10日、ドイツのシュトゥットガルトで行われた200メートルで、フランク・フレデリクスと並ぶ19秒68、世界歴代3位タイ、当時、自己記録、当時を記録する。2007年、 インディアナポリスで行われた全米選手権では100メートルは向かい風秒速0.5メートルの中9秒84世界歴代3位対、当時自己記録対、当時大会心で優勝し200メートルでも向かい風秒速0.3メートルの中19秒62世界歴代2位当時自己記録当時大会心で優勝し2冠達成 2007年の世界陸上大阪大会では、8月26日の100メートル決勝で、前半リードしたアサファパウエルを後半追い抜いて9秒85で優勝し、8月30日の200メートルも、向かい風秒速0.8メートルの中19秒76の大会新記録、当時で優勝。9月1日の400メートルリレーでも37秒78で優勝。 第3走者し、モーリス・グリーン以来の世界陸上3冠を達成した。2008年5月31日、アメリカ・ニューヨーク州の大会の100メートルで、追い風秒速1.7メートルの工場喧嘩で、自己ベストに迫る9秒85を記録する。優勝は9秒72の世界新記録、当時を記録した、ウサイン・ボルトである。2008年、 全米陸上競技選手権で100メートルで6月28日の二次予選で追い風秒速1.6メートルの工場喧嘩ゴール手前で流しながらも9秒77の米国新記録当時世界歴代3位当時自己記録字を出し翌日29日に行われた決勝では追い風秒速4.1メートルという強風の中9秒68 追い風参考記録という驚異的なタイムで優勝。しかし7月6日の200メートル二次予選では、左太ももの肉離れで30メートル付近で、転倒し途中危険となり、200メートルでの北京オリンピックの出場を逃した。2008年8月16日、北京オリンピック100メートル準決勝で、故障の影響もあって、まさかの5位に終わり、決勝進出を逃した。 アンカーとして出場した400メートルリレーでもバトンミスで途中危険となり予選落ちした。2009年5月2日、アメリカ・テキサス州のレースで400メートルで45秒57自己記録当時を記録する。2009年5月30日、アメリカ・ニューヨーク州で行われた200メートルのレースで19秒58世界歴代3位自己記録を記録した。 2009年8月16日、2009年世界陸上競技選手権大会100メートル決勝で9秒71、世界歴代2位、当時、米国新記録、当時、自己記録、当時という好タイムを出すも2着となる。2着のタイムとしては、歴代最高記録。優勝は9秒58、世界新記録を記録した、ウサインボルトである。 2009年9月20日、中国、上海で行われた100メートルのレースで9秒69、世界歴代2位、米国新記録、自己記録を記録した。2010年4月17日、アメリカ、フロリダ州のレースで400メートルで44秒89、自己記録を記録する。これにより、100メートル9秒台、200メートル19秒台、 400m44 秒台を達成した史上初の選手となった。2010年5月16日、マンチェスターで開催された直線コースの 200m のレースで19秒41を記録し、トミー・スミスが1966年に記録した19秒50を上回る世界最高記録となった。同大会では1年前の5月17日にウサイン・ボルトが 直線コースの150メートルのレースで14秒35の世界最高記録を記録している。2012年8月、ロンドン五輪に出場。100メートルは4着でメダルを逃したが、3層を務めた400メートルリレーで2着となり、悲願の逸話初メダルとなる銀メダルを獲得したが、後に自身の薬物規定違反によりこのメダルは剥奪される。 2013年7月14日、ドーピング、禁止薬物使用検査で陽性反応を示し、8月の世界陸上選手権、モスクワに出場できなくなったことが明らかとなった。2014年5月2日、昨年の薬物規定違反によって、ウサダから1年間の出場停止処分を受けた。処分は、薬物検査で陽性反応を示した2013年6月23日に、 遡って適用される。禁止薬物を初めて使用した2012年7月15日以降の記録は抹消され、ロンドン五輪の銀メダルも剥奪された。出場停止処分は2年に及ぶ可能性があったが、調査に協力したことが認められて1年に短縮された。参考までに2009年の100メートル走では、体操芸が9秒71で46歩でゴール、 ルサインボルトは9秒58で41歩でゴールである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。